阪急バス、清和台営業所は、川西市聖和台東にある、阪急バスの営業所である。最寄りの停留所は、清和台営業所前。1970年10月に、石橋営業所から、川西市、稲川町内の路線を分離する形で開設。開設に必要なインフラの整備には、清和台団地のデベロッパーである、新和不動産から保証を受けた。川西、 稲川地区郊外のニュータウンの開発が進むにつれ、利用客は年々増加。1980年代後半以降には、ダイヤの増発によって、次第に車両も不足し始めたため、増車を兼ねて1987年5月に稲川営業所が開設された。1996年4月2日に、県道12号バイパスが開通し、関連路線の大増発が行われると、 稲川営業所の所属者が頻繁に川西市内に乗り入れるようになった。また、車両の在籍数も、もともと敷地の広かった稲川が、聖和台を上回った。その経緯で、現在は稲川営業所が川西、稲川地区における営業拠点となっているものの、実質的には、両者で一体的な運行体制が敷かれている。年月日からは、 清和台営業所前から日高長官において公共車両優先システムが導入され、特にラッシュ時における運行の定時性に威力を発揮している。なお、川西市内でも川西の瀬口駅から南側の区間は伊丹営業所が満願寺線は福尾台営業所が同駅から宝塚駅までの路線は宝塚営業所がそれぞれ担当している。 2018年10月1日改正時に、川西バスターミナルが、阪急川西の線口に、パルティ川西前が、阪急川西の瀬口東口にそれぞれ名称変更された。また、2021年10月16日に、川西稲川線を中心に、ダイヤ改正が実施されることが、同年9月27日に発表された。改正内容は、各路線の項を参照のこと。 また、改正と同時に、以下の停留所の名称変更も実施される。2002年3月24日の路線改編で、杉浦線、稲川パークタウン線、筒地川岡線、欅坂線を総称して、川西稲川線、各路線をそれぞれ、川西稲川線系統と表記するようになったが、ここでは配付用時刻表での表記に基づいて、記述している。線系統は、 県道12号バイパスの開通に伴い、1996年4月2日の路線改変時に新設。川西池田、川西の瀬口の両駅と、清和台の住宅地を結ぶメインの系統である。稲川パークタウン線や筒子が丘線の本数を、加えると、川西清和台間で早朝から深夜にかけ、非常に利便性の高い運行体制をとっている。車両は、 聖和台営業所のほか、稲川営業所の所属者も使用されている。また、同系統は、平日朝ラッシュ時の聖和台川西行きと、同友ラッシュ時の川西聖和台行きの一部の便において、速達便を運行し、1998年7月18日の改正からは深夜バスの運行も開始した。十二系統は、1996年4月2日の、 路線再編前の川西聖和大館を結ぶメインの系統で県道12号旧道を走行する。1996年4月2日の路線再編で、旧道経由の聖和大駅はすべて稲川町方面行きとなり、一旦姿を消したものの、2002年3月24日の改正で川西聖和大館の区間便が復活した。車両は大型車のほか 松が、岡系統の入出庫の関係で一部中型車も当てられている。30系統は、旧道の沿線からバイパスを経由し、川西方面への速達性の向上を図るために2002年3月24日の改正より運行を開始した系統である。なお、同系統と12系統の西和大方面は、日高町には停車しない。2021年10月16日に実施される。 ダイヤ改正の主な内容は以下の通りである。杉生線4系統は1996年4月2日の路線改編により設定された。県道12号バイパスを走行し、萩原台から南の坂戸、湯山台の住宅地を数字の8を描くように回り、再び萩原台へ戻る循環ルートとなっている。基本的には川西を出発して、 川西へ戻る循環便が運行されるが、営業所への入出庫の関係で早朝に、西木松大口始発便が、深夜帯に住宅内を一周して、萩原台で終着とする区間便も設定されている。また、平日朝ラッシュ時の阪急川西の瀬口行き日本は、日高町を通過する、準急として運行される。車両は、清和台営業所のほか 稲川営業所の所属者も使用されている。5系統と15系統は4系統と同様に路線改変により設定された系統で、松が岡地区などのやや境外なルートを走行する。そのため、中型車が使用されている。平日朝ラッシュ時に運行される5系統の循環便は、萩原台、川西間をバイパス経由とし、松が岡地区から 川西方面への速達性の向上を図っている。なお、萩原台で終点となる最終便も5系統として運行される。重系統はサラッシュ時の車庫へ戻る回送便の一部を旅客化したもので、1998年9月1日より運行開始。川西明宝高校前停留所は、当初、折り場専用とされていたが、2012年3月26日の 改正で、宝塚医療大学の最寄りである南の坂2丁目まで延伸されたことで、乗り場に改められた。平日朝ラッシュ時のみ運行されるが、同高校と同大学が共に休校日の場合は運休。川西方面の設定はない。2021年10月16日に実施される、ダイヤ改正の内容は以下の通りである。ケ坂線。 川西の瀬口、川西池田の各駅と川西西部にある欅坂との間を結ぶ路線。主にバイパス経由の3.33系統と急動経由の13系統が設定されていたが、2018年10月1日改正で急動経由の13系統がバイパス経由系統に振り返られる形で廃止され、現在の運行体制になった。坂丁目は、 2003年4月1日に新設された欅坂内で一番新しい停留所で当初は一部便しか経由していなかったが2012年3月26日改正時に同線に所属するすべての便が経由するようになった2021年10月16日に実施されるダイヤ改正の内容は以下の通りである野瀬電鉄の本社車庫がある平野駅から西に広がる ただグリーンハイツへのアクセス路線。時間帯により、水明台先周りの104系統と、紅葉台先周りの105系統の2つが運行される。なお、稲川営業所にも同名の所管路線があるが、近隣の山和団地線も担当している関係で、ただグリーンハイツ地区への路線は、当営業所が中心となっている。 2021年10月16日に実施されるダイヤ改正の内容は以下の通りである。平野と欅坂、清和台との間を結ぶ以下の系統も、ただグリーンハイツ線に属するが、便宜上分けて表記ことにする。2021年10月16日に実施されるダイヤ改正の内容は以下の通りである。カーニシ病院系統、ありがとうございます。